株式会社さくら那須モータースクールは、栃木県さくら市に本社を置く企業。栃木県内に直営3校の栃木県公安委員会公認指定自動車教習所の運営を行う。グループ全体では4校存在する。所在地、栃木県さくら市氏家2787-2那須自動車学校前景国道4号沿いに設置されている。那須自動車学校入り口の看板那須自動車学校は、栃木県那須塩原市にある、栃木県公安委員会公認の指定自動車、教習所。生涯無事故無違反、接客教習をモットーに掲げている。併設の那須クレーン教習所において、移動式クレーン運転免許、技能講習特別教育など13種類の資格が取得できる。大型2種、大型1種、大型特種。牽引の教習は厚生労働大臣指定教育訓練講座になっているため、教育訓練給付制度を利用できる。ただし、追加料金なしの安心コースは除く。教習所本館の建物3階から7階が教習生の宿泊施設になっている。本館はすべて相部屋である。3階が女性専用、4階から7階は男性専用である。隣接のクレーン教習所の教習生も利用している。本館の宿泊施設とは別に、個室希望者には、敷地内に男性専用個室宿泊施設である、那須ホテル及び女性専用個室宿泊施設である、那須ホテルアネックスを有する。また、状況によっては、同じ那須塩原市内にある、乃木ヒルズか、スカイハイツに案内されることもある。こちらに案内されると、定期運行されているスクールバスで教習所に通うことになる。本館の相部屋には各部屋に共用のバスルームがある。個室宿泊施設には各部屋にユニットバスがある。それ以外の入浴設備としては、那須ホテルの大浴場への入浴が可能である。また、乃木温泉湯の里行きの無料送迎バスが出ている。教習所には自家用車で来校が可能。教習所内は喫煙所を除いて屋外含む全面禁煙及び禁酒である。共有自転車を所有しており、教習生が無料で利用できる。ただし、17時までに返却しなければならない。卒業検定は毎週月曜日、水曜日、土曜日に行われる。修了検定は毎週火曜日、木曜日、日曜日に行われる。所内のコースは、一周が1000メートルのコースが設置されている。牽引の方向変換や大型2種の鋭角のような難易度の高い課題はコース内に2カ所設置されている。大型車のクランクコースはなく、代わりに大型車の S 字コースに立体障害物が設置されている。カーアカデミー、那須高原は栃木県那須塩原市にある栃木県公安委員会公認の指定自動車教習所。那須自動車学校に関するカテゴリー、カーアカデミー、那須高原に関するカテゴリー、宇都宮岡本大自動車学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。